こんにちは、マスター君。今日もカルデアは平和ですね。凶悪な宇宙犯罪者がいないのは物足りませんが、それはそれ。刑事として追いかける星はいますので、ご安心ください。ところで、今日は…バレン…ええ、そうです。バレンタイン。どうぞ、私からのダイナミックです。ふふ、バレンタインはいいですね。大手を振ってマスター君にプレゼントをくれますから。そちらはかねてから注文していた特注品です。私自身はうまく調理できないので、一流パティシエにコンセプトを伝えて丁寧に作っていただきました。何しろお金だけはあるので、これでも働くお姉さんなのです。いえいえ、マスター君も立派な社会人です。カルデアでのお仕事、日々ご苦労様です。さて、プレゼントも無事渡せたので、次のミッションです。地球には宇宙犯罪者はいませんが、他に様々な脅威があることを知っていますか？異界とつながった海域、未だ星の内海に続く行動、膨張する太陽を原始する祭壇、グレート3の特急異物、とうとう、どれも世界観を壊しかねない極物です。地道な捜査の結果、その一つを特定したのですが、私だけではどうにも現場にたどり着けないのです。あんなに巨大な脅威判定を放置しておくなんて、私には。倒せばボーナスも出るし。ですが、ダヴィンチちゃんによると、マスター君がその場所へのコンパスになるのだとか。これはもう運命ですね。そういうわけで午後は一緒にデートしに行きましょう。それ、レイシフトスタート。私のかっこいいところ、22分たっぷり見ていてくださいね。おお、ここが問題の得意点ですか。何やらお祭りのようですが。む、アーバロンから危険勧告あり。気をつけてマスター君、何かがやってきます。あれは、はあ、異常な魔力を感知したと思えば、何よこれ。私たちのパイロット候補とおもちゃみたいなアーマロイドの組み合わせとか、とても目障りね。会話も不要、一方的に潰してあげる。やる気だな。望むところだ。トーウ、世界遺産の横に100メートル級の乗り物を寄せるとか、その違法駐車目に余ります。行くぞ鉄骨。銀河警察のあるところ、法と秩序と罰金あり。マスター君とリゾート惑星に行くための資金になれ。